インスブルックにあるブロンズ像ゴドフロワドブイオンは第一回十字軍の指導者の一人、エルサレムの初代聖博士五者となるシモルオトリン元公ン。ゴドフロワはブローニュハクウスタシュ二世とヒードドブローニュの次男として生まれ、母方の叔父のモトルオトリン元公ンゴドフロワ四世の後継ぎとされた。1076年にゴドフロワ4世は亡くなったが、 神聖ローマ皇帝ハインリヒヨンセイは当初ゴドフロワドブイヨンの相続を認めなかった。除人権闘争の過程でゴドフロワは皇帝の側に立って戦ったり1081年から1084年のイタリア遠征に参加したこともあり1087年になってようやく承認されシモロオトリン元皇に受風された。1096年に 第一回十字軍の勧誘に応じ、兄のウスタシュ三世ドブローニュ、弟のボードアンドブローニュと共に参加した。アンティオキア攻略後に、ボエモンが現地に残留した後は、トゥールーズハクレーモンと共に1099年にエルサレムの攻略に成功する。レーモンがトリポリを得ることを望んだため、ゴドフロアが王に選出されたが、キリストが命を落とした場所の王と呼ばれることを嫌い。 生破か死シ者を名乗った。同年、エルサレム奪回にやってきたエジプトのファーティマ長軍をアスカロンで破ったが、レーモンとの仲たがいのためアスカロンを奪取することはできなかった。また、エルサレム総大司教となったダゴベルトは、エルサレムを強行領とすることを望んでおり対立した。結局、ゴドフロワがエジプトを奪って王国を作った後に、エルサレムを 強行領とすることで話はついたが、エジプト侵攻を計画中の1100年7月に亡くなった。弟でエデッサ博になっていたボーダンが後を継ぎ、エルサレム王を名乗った。ゴドフロアは死後に英雄化され、十字軍の最高指導者、最も優れた戦士として武勲士の主人公となり、銀雄士人らに歌われ、ワーグナーの歌劇。 ローエングリンで知られる白鳥の騎士の子孫とされたり、したが、実像は十字軍の指導者の一人に過ぎず、ボエモン、トゥールーズハクレーモン、強皇施設アデマールが中心人物だったと言ってよい。また、中世においては、旧大英雄の一人として数えられている。ありがとうございます。